株式会社大変は、大阪市淀川区に本社を置く日本の電気メーカーで、ある。充電発車の一角。変圧器や、パワーコンディショナーなどの電力機器、溶接機産業用ロボット、プラズマ発生用電源、クリーン搬送ロボットなどを手掛けるメーカーである。電力向け小型変圧器は、国内シェアトップ、アーク溶接機アーク溶接ロボットなどは、 国内シェアトップで世界としても大手。創業時の製品は中上変圧器である。品種を単層5十区場以下に限定し、フォード生産方式による高品質な製品の堪能器、低価格での提供を実現した。1923年に発生した関東大震災により関東県の配電機器に甚大な被害が及んだが、関東の電気機器製造メーカーの多くが、 製造できない状態だったため、発電所である東京電灯から大阪電灯を通じて、関西の電気メーカーに対して、緊急の中上変圧器製造要請があった。大変への製造割当て台数は、初回3000台であり、幾度かの追加注文を経て、合計5000台が発注され、これを無事納品して、変圧器メーカーとしての地位を築いた。変圧器の技術を応用して、 1934年に溶接機事業をスタートした。翌1935年に交流アーク溶接機の1号機を京都定大電気工学教室に納入し、さらに翌1936年海軍交渉に納入して、以降、交流溶接機の販売台数を伸ばしていった。交流溶接機に加えて、抵抗溶接機、サイアーク溶接機、サブマーチアーク溶接機を上司し、 変圧器事業に次ぐ溶接機事業を確立した。時を経て1979年、国内自動車メーカーより自動アーク溶接機開発の依頼があり、これがアーク溶接ロボットの原型となって1980年にアーク溶接ロボット、ソアーを市場投入した。溶接線の直線保管、円弧保管機能を有し、当時としては独自の技術だった。ソアーとは、 北欧神話に出てくる雷神の意味だが、米国で商標権の問題があったため、その後登場する新しいシリーズのロボットは、アルメガと称した。アルメガはギリシャ語最初の文字アルファーと最後の文字、オメガからなる造語で、最初から最後まで溶接のすべてに対応するという意味から命名した。1985年にアーク溶接ロボットの技術を、 シリコンウェーハー搬送向けに転用した搬送装置、オートローダーを開発した。その後、クリーンルーム内で使用される、大気環境用、真空環境用シリコンウェーハー搬送ロボット、さらに液晶市場向けに液晶基板搬送ロボットを開発した。一方、半導体製造工程における、プラズマエッチングのための高周波電源装置の開発依頼を受け、 溶接機電源のインバータ技術を応用して1986年に評価器を納入した。1989年には高周波電源装置、マイクロ波電源装置のシリーズをラインナップした。クリーンロボットと高周波、マイクロ波電源は同じ半導体製造業界を市場に持つことから半導体関連機器事業が発足し、クリーン搬送ロボット、 プラズマ発生用電源の開発が続いている。蒸気の経緯により、大別して、電力機器、溶接メカトロ、半導体関連機器分野の製品を開発し、現在に至る。電力機器分野は、中上変圧器から、大型変圧器制御機器を経て、電力の送配電全般に向けて、製品を供給している。溶接メカトロ分野は、溶接機、 ロボットの製品開発を継続し、2010年に市場投入したインバータ溶接機、ウェルビーシリーズでは、自社開発の溶接制御 LSI を搭載している。半導体関連機器分野では、2010年、ムラテックオートメーションよりウェハ搬送ロボットの事業上等を受けラインナップを拡大した。これら3分野の製品は継続して開発し、市場投入を行っている。 従来は顧客ニーズに沿った製品開発が中心であったが、最近では開発強化の方針を打ち出し、新分野向けの製品の市場投入が進んでいる。製品例としては、非接触で電力供給を行うワイヤレス給電システム、自律走行可能な AI 搬送ロボットなどのファクトリーオートメーション分野向け製品や各種電力機器を組み合わせた。 エネルギーマネジメントシステムなどがある。出展は、優化証券報告書国内関連会社海外、関連会社本社ビルの敷地は、第三者認証として、ジャヘプ認証を受けている。ありがとうございます。